日安村は日本の北海道宇流郡にかつて存在した村である。1963年5月1日に周辺の深川町、納めない村、恩恵村と合体した上で深川市を発足させた。町域は現在の深川市の西側に位置する。面積は60平方キロメートル。人口は1962年時点で8315人であった。地名、かずは アイヌ語で、鮭の産卵場を意味するアイキャンに由来し、それは、石狩川の産卵床に起源を求めることができる。石狩川の上流域にある、この地にも、秋になると、鮭が遡上してくるが、産卵するときに、おひれで、川底の小石を払いのけて、くぼみを作り、そこに、メスが卵を産み、オスが生死をかけるのであるが、そのくぼみを、産卵床といい、アイヌの言う、 鮭の産卵場と同義である。アイヌにとって、鮭が極めて重要な食物であったことを考えれば、一案と名付けられた土地の重要性もわかる。明治の開拓時代、村は、行き盛んなトンデ兵を中心として営まれており、村名を決めるにあたっては、アイヌ語地名にちなみながら、日本語で、一致団結を歌うにふさわしい、一にしてやむという意味になる当て字で漢字名。 カズミを考案したということである。なお、北海道根室振興局管内標別郡標別町にある大技、イチャには、かつてイチャニ村という村であったが、このイチャにも同じく、鮭の産卵穴を語源とする地名である。北カズミ駅の駅舎、北新地区、入り別地区、一安地区。ありがとうございます。